こんにちは、ゆりかです。はい、今日は冬なんですけど、美白スキンケアおすすめの美容液を3個ね、皆さんに紹介していきたいと思います。まず私は絶対に年中美白ケアをします。なんなら秋冬の方が美白ケアは集中的にした方がいいって言われてたりします。なぜなら夏疲れたお肌をしっかり元のお肌に取り戻していきたいっていうのと、夏に比べて、まあ秋冬の方が紫外線を浴びる時間っていうのも短くなるので効果を実感しやすいっていうのがあります。私たち日本人は特にシミとかがね、やっぱりできやすい肌質とも言われています。なんでシミができるかっていうと、まあちょっとお肌の構造的に難しいお話になっちゃうので、すごく簡単だけ説明しますが、メラニンっていうお肌の細胞の DNA を守るものがいて、黒い色素っていうのが紫外線を吸収してダメージからブロックしてくれます。そのそもそも黒い色素っていうのが黒人の方だときっと多いし、私たち白人さんまではいかないけど、その黒い色素っていうのがもともとすごく少ないんですね。だからダメージを受けやすくってシミができやすい。でこのメラニンってこうリセットされていくので、常にねこう元気な状態でお肌をね守ってくれるようにはなるんですけど、お肌のターンオーバーって聞いたことありますかね。どんどん新しいものに変わっていって28日間かけて、で古い角質が洗顔とかで剥がれ落ちて新しいお肌になってという風にサイクルをずっと28日間行っているんですけど、やっぱりこの28日周期って年齢とともにだったりとかストレスとか疲れで崩れていって、それでそのままメラニンが溜まってしまってシミができちゃうっていう原理なんですね。なので今日は焼けやすいとか焼けにくいとかそういう話はまあ一旦置いといて、まあシミができる原理っていうのをお話ししてみました。で早速ね、私が今3つね使い分けている美白の美容液を紹介していきたいと思います。価格的に結構挑戦しやすい価格帯でサラサラしているので、他とも喧嘩にせずどんな人も使いやすいんじゃないかなと思ったのが、このトーン28っていうビーガン韓国コスメブランドの T2 ビタミン C のアンプルです。お値段が1900円ぐらいだったかな。サラサラサラちょっと垂れちゃうぐらいなんですけど、10万 ppm もビタミン C が含まれていて、透明感をね与えてくれるようなものです。馴染みもすごい早くて、ベタつきもなく塗ったことを忘れてしまうような美容液です。でビタミン C の特性ってやっぱりちょっと乾燥はねしやすくなっちゃうので、乳液クリームとかでしっかり保湿をしてあります。トーン28って本当お肌のことをすごい考えられて作られたブランドなので、こう敏感で美白のものを使えないという方も結構いらっしゃるって聞くんですけど、私も問題なく使えてるので、これ挑戦してみるのすごいいいんじゃないかなって思ってます。小さいんですけどね、結構持ってます。次紹介するのがアイソイのブラミッシュケアアップセラムです。これ春かな使っててもうドハマりしてめっちゃリピしてるアンプルです。ちょっとこういうねジェルっぽいテクスチャー、ブルガリアンローズっていう高級なローズのオイルとウォーターが入ってて、もうローズのねすごい高級な香りっていうのをねすごい感じることができます。でジェルっぽいんですけど馴染みが早くって、後肌もちょっとしっとりするかなぐらいです。肌のねトーンを整えてくれるっていう効果もあるので、シミとかこう焼けたちょっと暗くなったお肌っていうのにはもちろん、色ムラってどうしても人間お肌にあるんですけど、色ムラを改善してくれたりとか肌のキメをすごく整えてくれるので、もう他の美容液と保湿とこれとこれとっていうよりもマルチにねしたい時にはこれがおすすめかなと思います。あと香りを重視する方とかですね。最後3つ目がメディキューブのディープビタシーセラムです。これもね結構リピしている大好きなアイテムで、他の美容液って結構こうサラッとしてて馴染みがいいよとお話ししてたんですけど、これはもうめっちゃ濃厚です。見えますか、もう美容液なんですけどクリームみたい。ピュアビタミンっていうのたっぷり含まれていて、保湿力がすごくあるので美白のケアっていうのはもちろん保湿のケアまでねしっかりします。この美容液塗った後は本当にあのクリームとかしちゃうのちょっと忘れてしまうぐらい保湿感がすごいです。めっちゃツヤツヤ、もうクリーム塗った後みたいなお肌になります。で私自身ここにね薄いシミがあって、美白いいもの使うと本当にすぐね収まってくれるんですけど、本当に薄くなったなっていうのを実感しました。まあお値段がね結構張る分、まあ、効果すっごいあるので試してみる価値はすごくあります。
で、こうシミの予備軍、こう潜んでる、今から出てくるぞみたいなシミの予備軍とかにまで効くので、今あるものにアプローチとかするだけじゃなくて、予備軍にもアプローチ、美白のケア、保湿のケア、さっきのにもあったお肌のキメだったり、あとねリフティング効果とかもあるので、こうちょっとずつアンチエイジングしていこうかなっていう方にはおすすめです。でこれねクリームが一応あるのでライン使いしてあげることによってより効果が高まるよっていう商品です。クリームももっともっと濃厚です。もうビタミン C とかだけじゃなくて CEQP っていう、 Q と P あんまり聞き慣れない言葉なんですけど、とにかくビタミンがたくさん入ってます。これをね私はもう気分で使い分けてて、結構今ねメインで使ってるのがこのトーン28とメディキューブかなっていうところです。ビタミンってすごい敏感で、太陽とかのそういうの日差しに弱いので当たらない場所で保管するっていうのと、朝使わない方がいいっていう説がずっとあって、でも最近いや朝使った方がいいよみたいな方のブログというか臨床結果みたいなのも見たんですね。けどちょっと私はまだ使わない方がいい説を信じているので、私朝は美白スキンケアを使わないです。ぜひね私の動画を見てくださってる皆さんには、冬も秋ももう年中ねずっと美白ケアは必須でやってほしいなと思うので紹介してみました。では今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。クロンタームバヨ、アンニョン。